魔術は主に物質または現象を生み出す技術だ。物質は4つの要素に分類できる。固体、液体、気体、そしてプラズマだ。それ以外が現象だ。他はどうだ？先生が先ほど氷のバラを消したのはアンチマテリアルコードでしょうか？ノーだ。私はもとよりアンチマテリアルコードを使える魔術師は現状存在しない。